皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今回ですね、ちょっと新商品というかね、うちで初めて取り扱いますね、カバンに関してご紹介でございます。リクセンカウルですね。これのですね、名前は何ちゅうのかな、これはラックパックライトでございます。これがなぜね、画期的なのかということに関してもちょっとお話をしてみたいと思います。まあ、ご覧の通りですね、ここのキャリアの上にこう乗っけると、で固定しますというカバンですね。でこの手のやつっていうのはもうだいぶ前からいろいろ出てはいたんですけども、こうマジックテープでね、こうベロンとこうつけたりとかで、付け外しが非常に面倒というのが多かった。でもう一つはですね、トピークとかのね、MTX ラックとかつって、スライドさせてガチャンとこうつけるのがあったりとかね、とはしたんですが、そのトピークはトピークで、その専用の荷台がいりますということでですね、一部熱狂的なファンがいるんですけども、なかなかその自転車用のカバンというかね、そういうのとして一般化しにくかったなという印象を持っておるジャンルに、これが出てきたわけです。でこれが素敵なのはですね、このクリックフィックスってね、これですね、これはワンタッチで付けられますっていうのを売りにしているところなんですけど、これは本当にワンタッチで、ね、こうやってカポンとこう外れるように、反対側もですね、こうやって外してあげると外せます。で、はめるときもワンタッチですね、という形になりまして、で、そこに専用のものを要求してこない。すべてのキャリアにつくかどうかというのは、ちょっと現物で当ててみないとはっきりとはしないんですけども、大概の荷台に合うようにできてますというところが素晴らしいなと思います。で、実際その自転車から離れたりね、するときにワンタッチでポンって外れるとね、非常に気楽というか、安心できますし、そういう意味ではこれ本当に画期的なもんだなと思います。でブロンプトンにですね、リアのね、キャリアついてるけども、キャリアの上に荷物ドーンって乗せちゃうと、足かかとが当たっちゃうんで、あんま使えないじゃんっていう風によく言われたもんなんですけど、これはですね、ブロンプトンにもちゃんと今ね、見せましたようにちゃんとつきますし、容量もね、しっかりありますし、でフロントにロールトップバッグとかつける。でここのハンドルの下に小物袋をつける。でこのカバンをつける。でここのサドルの下にね、ちょっと大型のサドルバッグとかつけてあげた日には、まあね、ちょっとしたキャンプツアーぐらいだとブロンプトンでも十分いけるんじゃないというような積載能力を発揮できると思いますし、ワンタッチでカバンがポンポンと外れるということは、輪行とか、畳んで電車乗せますよとか、畳んでバス乗せますとかっていうような時にも素晴らしく役に立つんではないかなというふうに思うわけでございました。ちなみにですね、タルタルーガの方にもね、今やってみたところこんな感じで無事につきました。まあもちろんね、キャリアのこう幅ですね、に合わせて調整ができるようになってますので、なんかね、見たところまあファットバイク用のキャリアっていうのはちょっと難しいでしょうけどね、そうじゃない、一般的な車両用として作られているもんであれば大体つくんだろうなというふうに思いました。で、こんだけワンタッチでポコポコ外れるんであれば、ここにちゃんと肩紐をつけられるようになってますので、ちょっとしたね、サイクリングの時にポンと外して、行きますということも可能になってくると思います。で、あとはリアキャリアの形状にもよりますけどね、サイドバッグと併用するということもなかなか面白いんだろうなと思います。まあね、ターンのね、カーゴラックとか、ああいうようなね、ものを運用使ってらっしゃる方の場合は、出し入れの頻繁でないものはサイドバッグに入れて、ラックトップには出し入れが頻繁で、もね、ラックトップの方だけポンと外すというような使い方ということもなかなかいいんだろうなというふうに思います。もうなかなかおすすめできるなと思います。まあ値段はね、まあそれなりに張るっちゃ張るんですけども、実際の使い勝手の良さとか、出番が増えるであろうことを想定すればですね、これはなかなかいい買い物になるんではないでしょうか。